ブルペンにいる小亀健。先日9月30日に現役引退を発表しまして、今日このいよいよ現役最後の登板。実は9月の半ば過ぎぐらいにですね、本当私の連絡もあって、そうなんですか、今年で一時的に日本を、そうかということで、話は2人でしたんですけどね、あまり言えなかったですけども、まあ、行きたかった部分もあったんでしょうけどね、ここまででもよく頑張ったと思いますよ。ライオンズにとった栄光の21番の背番号、そして辻監督自らボールを渡しました。11年間この21背番号を背負って投げてきました戸上健。通算で今日の登板が259試合目になります。戸上2011年ドラフト1位でライオンズに入団して本当にリリーフでもよし、そして先発でもよしね、いろんな役目をこなしてきますよね。そうですね、最高で優勝して、入りで入ってドラフト1位で来ましたからね。私は2012年に、ファームのコーチになったんでしたけど、一緒にファームに来た時にね、よくピッチング練習見ましたけども、本当にピッチング練習しても妥協しないんですね、もう完璧に元を求めようと思って練習している彼を見てて、やはりそういうところで一生懸命やってきたんだろうなというふうに感じていましたけども、とにかく入団当初からまっすぐのやっぱり力のあるボールがもう150キロ近い球を投げて、いましたし、非常にやっぱ先発としてはね、いろいろ僕が印象の頃のやっぱ中日戦完封したのがすごく印象に今でもあるんですけども、そういうだけのコントロールもいいピッチャーでしたけどね、やはり年齢とともに多少のズレは出てきたと思いますし、若いピッチャーも出てきましたからね。1安打完封なんていうゲームもありました。入団当初は渡辺久信監督のもとリリーフで起用されて、その時も本当戸上はこういったところが行くんだというね、GM のお話もありましたが、戸上健打席は石井和内です。43キロ、真ん中付近へ、まだいいボールですね、ですね。この力のあるまっすぐに中古とかシンカーとかスライダーカーブをねうまく交えて打ち取っていました。この11年間、いやいいカーブだ。現役生活は高回路が多いと本人は語っていました。1000イニングを目標にやってきたそうです。921回と3分の1に空振り三振、最後は力のまっすぐでこれで三振取りました。まだまだ球の力も感じますね。感じますね、ここは本人が決めたことですから、先ほども言いましたけども、バッターの対戦よりも自分との戦いにちょっと疲れたところがあったでしょうからね、よく頑張ってくれたと思いますよ、チームのためにね。本人は今の状態のままではライオンズの戦力になれるなと感じてしまった、もうこの世界にいてはいけないと考えて引退という決断に至りましたと語っていました。こうやって実績を残してしっかり NBA でこのライオンズにそのままこれを譲れようという、決断をしてくれた戸上、まずは大きな拍手で引退登板を終えます。最後はもう素晴らしい戸上でした。いいボールでしたし、いい表情ですよね、すがすがしい戸上の顔を見ることができて、僕も嬉しいですね。正直私なんかはライオンズにおけるピッチャーの中でこうものすごい光り輝くというピッチャーではありませんけれども、ただいつも一軍にいるなっていうね、そんなイメージのあるピッチャーで、必ず何かやっぱり